ITIP プラットフォームケイロスの解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では映像合成の基本機能について解説します。具体的な内容としてはクロマキー機能、ルミナンスキー機能についてご説明します。クロマキーはグリーンやブルーを背景に撮影した素材の色情報を利用して背景の色を抜いて合成する手法です。ケイロスクリエイターのシーン画面で各レイヤーに必要な素材をアサインします。このバックグラウンド素材にレイヤーを追加していきます。今回は表示されている素材のブラックの四角部分に動画と人物素材を合成していきます。まずレイヤー1のアイボールをクリックして動画素材を表示します。合成する場所に合わせてすでにトランスフォーム機能でサイズを調整してあります。レイヤー2のアイボールをクリックして人物素材を表示します。人物背景のグリーンを抜きたいのでクロマキー機能を使用します。パラメータービューのクロマキーセッティングをオンにします。きれいに抜けない場合はオートアジャストボタンを押して微調整します。グリーンが消えてレイヤー2は人物のみになりました。以上がクロマキー機能の操作手順になります。ルミナンスキーは輝度情報を利用して合成する手法です。こちらがテロップ素材を配置した状態です。この素材にはアルファチャンネルがありませんので背景のブラックがそのまま表示されています。このブラックを抜くためにルミナンスキー機能を使用します。ケイロスクリエイターのシーン画面でテロップ素材のレイヤーを選択、パラメータービューのルミナンスキーセッティングをオンにします。テロップ素材のブラックが消え文字だけが残りました。さらにこの白文字をピンク色に変更したい場合の操作をご説明します。ケイロスクリエイターのカラーマット画面に移動し上部のカラーマットタブをクリックしニューカラーマットを選択します。画面上に新しい素材が表示されるのでパラメータービューのカラーセッティングカラー A と B をピンクに設定します。シーン画面に戻りテロップ素材のレイヤーを選択、パラメータービューのルミナンスキーセッティングソースキーをクリックします。ソースキー項目から使用しているテロップ素材を選択します。テロップレイヤーのソースにはピンクのカラーマット素材をアサインします。ピンクのカラーマットをテロップ素材のルミナンスキー情報で抜くことで文字に色をつけることができました。この方法で自由に色を変更することができます。アルファチャンネルについて補足します。アルファチャンネルは画像や動画データに内蔵された不透明度情報です。アルファチャンネル付きデータはレイヤーにアサインして重ねるだけで背景を抜いて他の映像と合成することが可能です。ご覧いただいたようにケイロスでは様々な合成機能を直感的かつ加算的に使用することができます。Panasonic